どうもありがとうございます、初のねこの配信ということでございまして、無観客ラッコでございます。私としてもね初体験でございましてね、なかなか無観客でやることはもううちで稽古するぐらいですから、これをね真面目にやるという、我々やっぱりこの反応があってその間が変わったりね、どうしようかなというのはね感じるわけでございます。それがねもう無反応だと思うんですよ。無観客ですから一応ね関係者さんが数名いらっしゃいまして、もしよかったら待っていただければねこちらとしてもちょっと助かるわけでございますよ。またこれ目線がねどこにこのやっていいかわからないのがちょっと難しいですね。今カメラね3台あるんですよ。1台2台3台どうしてもこれカメラ目になってしまうというのがねまだまだ素人だなと思います。無観客だからしょうがないですけどね、普段ですとこうやってお客様がいてそのねまあある程度この目線を定めて、まあ、お客様皆様にこう発するプラス、まあ、個人の目標といいますか、そこにね目線をですねこういろいろあるんですけれども、相手はカメラですからねこれはまた難しいもんで、まあ1度2度3度4度やれば慣れていけばいいかなと思っております。いや本当にね皆様もね大変な思いされていると思います。私もですねもうちゃんと表に出るのが10日ぶり、まあ、基本的に出ちゃダメなんですけどね表っていうのは、まあ、昨日も一昨日ももう家から一歩も出ませんでした。万歩計見ましたらね14歩って書いてありまして階段登った数の方も多かったんだと思うんですけれども、まあ今我慢ですからね、我慢もあんま長いとね辛いですけれども今が大事でございますから、もうみんなで力を合わせて、頑張っていこうじゃないかという塩梅でございます。もうこうなった以上しょうがないですからね、諦めも肝心ですよ。もうブータラブータラ文句言っててもしょうがありませんから、もうプラスに考える、これがねいいと思います。まあ、例えばね、今日は某所で撮っております。神奈川県の私の地元の某所、これ言っちゃうと分かると思うんですけれども、秦野市というところで撮影させていただいておりまして、秦野市はね何でもまだ感染者が少ないそうでございますがね、やっぱり油断なりません。まあ、頑張ってね行かなきゃいけないという、本当私ね実は3月21日から、まあ、新内の披露興行があり、またその日にですね秦野ふるさと大使というのに就任をいたしまして、いきなりこの最中でございます。まあ、大使らしいことをねまだ一度もねやってないという、一応大使です。大使ね何にもやっておりませんけれども、秦野ふるさと大使3名ございます。私がちょうど、ね、3人目。まあ1番目はね誰かと言いますと吉田栄作さん、俺はビッグになるってんで、外国にね、俳優修行に行ったね吉田栄作さん、お二人目がですね西部警察などに出ておりました刈谷さん、3番目がね私春風亭一茶という俳優落語家、初めての文化人の選出でございます。自分で文化人なんて言うなった話でございますが、一応秦野市出身初の話家でございまして、もう秦野はもうもちろんのこと、まあ、呼ばれればね、まあ、北は北海道、南は九州、沖縄と、もう外国でもね、行く仕事でございますんでね、ぜひね、おいていただければと、思っております。まあ、しかしながらねこうやって我慢な日が続きますと、これやっぱりストレスたまりますね。もうなんとかストレス発散して、まあ、過ごさなきゃいけない。私なんか今ね表出らんないもんですからファミコンやってます。ファミコンつってもね初代のファミコンじゃないですよ。プレイステーション2、これも随分古いですけど、ちょうどねうちにあったのを引っ張り出してきまして、やってるソフトがドラクエです。中にドラクエ4とですね8がありまして、8はちなみに3回クリアしました。でドラクエ4の方は今4周目に差し掛かっている話でございます。そんなドラクエをね何周もやってどうするんだってね思われる方もいらっしゃると思いますが、やるようによっちゃね楽しいんですよ。まず最初はね普通にクリアをする。じゃあ例えば2回目はね
もうどんだけ低レベルでクリアする、もう3回目はね、もう根こそぎそのアイテムをね取りまくって、もう時間を潰すという、もう落語の稽古しろというね塩梅でございますけれど、まあ、やっぱりこのなかなか、ね、目標がないんでね、稽古のね仕方もなんか難しいわけでございます。ちなみに私の最後の講座が披露講義を新宿スエード亭でやりました4月2日が最後の講座でございまして、本当に約1月ぶり、妙に緊張するす無観客なんですけど、無観客ですからね、受けてるんだか受けてないんだか分からない、もうプラス思考で考えてればもう爆笑の渦とねすりゃいいんですよ、受けてないよりね、これもねまあいいプラス思考なんじゃないかな。逆に言えばね、どんな楽をやっても滑らないというのもね無観客のいいところでございます。まあ、自分に対して言い訳なんでございますけどね、まあ、なんとかね、やっていきたいなと思っておりますよ。で、またね、この旦那がうちに行って、その夫婦喧嘩が結構起こるという事例もね、聞いております。まあ、そうですよね、普段ね、まあ、旦那さんは、この表にね、仕事に行かれて、家族のために稼いできて、養うわけでございます。また昔からね、いいこともありますね。亭主元気で留守がいいという、もう全くね今その言葉が当てはまるご家庭もあるんじゃないかなと思っております。まあ、しかしながら地球上にはですね、まあ、男と女この2種類がねおります。まあ、当たり前なんでございますが、中にはこの近頃では真ん中のね層の方がテレビをにぎわがしているというのもね事実でございます。まあ、ちなみにと言いますかね、基本的には男と女でございます。このね、他人同士が、まあ、どちらかでこう知り合いまして、一組の夫婦が出来上がるという、これ縁なんだそうでございますよ。ね、縁。やっぱり日本人っていうのはね、縁でございます。本当ね、縁が大事ですよ。ドルとかね、このペソとかだと、まあ、こういう縁はね、いかないわけでございます。やっぱり日本人が一番大事なのは縁というわけでございます。もう縁があって女の人もね、くっついてくるわけでございます。もう縁がなくなると離れていく、まあ、女性というのは怖いなというところでございますね。男と女、まあ、いろんなねドラマでしたりねありますよね。これあるですね、仲のいいご夫婦のお話でございます。おかみさんの方がですね、天寿を全うされて、まあ、天国へ召され、まあ、旦那の方もね、まあ、仲のいいご夫婦の子ってございますから、後を召されるようにもうね追うようにしてですね天へ召される。まあ、ああいうとこ行きますとね、神様がねおりまして、この人が今までどういった風に生きたかでこの天国への乗り物というのは変わったそうでございまして、私は神様です、あなたは今までどのような人生を歩んでおりましたか、おかみさんとはどういう関係でございましたか、あしてございますか、あっ、あの仲のいい夫婦でございまして、近所でも評判でございました。あ、そうですか、ちなみにあなたは今までおかみさん以外の何人の方と関係を持ちましたか、あしですか、いやあしはもう香川一つでございまして、かかより他知らないんでございます。それはいい人生でした。それじゃああなたはここから天国までロールスロイスでお行きなさい。次の方、どうぞ。あなたはどうですか？足しか。いや、足もね、かかと仲良かったですし、近所でも評判ないい夫婦でした。そうですか。ちなみにあなたは今までおかみさん以外の何人の方と関わりを持ちましたか、あしですか、いやあしもですね、かかよりほかは知らないんでございます。本当ですか、帳面に出てます、帳面に。あなたはおかみさん以外の3人の方と関わりを持ったようですね。あら、帳面に出てるんですか、そんなこととは中止だ、すいません、嘘つきまして、どうかご勘弁願います。うん、まあいいでしょ、
それじゃああなたはここから天国まで自転車でお行きなさい。次の方、あなたはどうですか。よし、あっしょり、かかと仲良かったですし、まあかかより他知らないような知ってるような。本当ですか。帳面に出てます、帳面に。一冊じゃ足りません。三冊あります、三冊。あなたは、おかみさん以外の250人の方と関わりを持ったようですね。あれ、別冊もあるっすか。これとも恐れ入りました。いろんなことがあったもんで、この通りご勘弁願います。召されれば皆神の子です。仕方ありません。いや、それじゃああなたはここから天国まで歩いてお行きください。この2番目の亭主が一生懸命自転車を漕いでおりますと、先に出たはずの亭主、このロールスロイスですな、これが止まっておりまして、車内を見てみるってえと、この亭主がハンドルに突っ伏してワン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 泣いておりまして、ちょっとあなた一体どうしました。今うちのカミさんが歩いてましたという小話があるんですけど、私の好きな小話ベスト3の中の一つでございます。何が言いたいかと言いますと、男性諸君は気をつけなきゃいけないという教訓でございます。で、まあいろんなねことがあって夫婦喧嘩が起きたりいたします。まあ、話の方もね、ただの優しい夫婦喧嘩じゃこれ面白くありません。もうなんだかわけのわからない激しい喧嘩が起こりますと、これは話の題材になるようでございまして、殺すなら殺せ！びっくりした。隣だ。また八五郎のとこで喧嘩が始まったよ。しょうがねえな、伸びてやりやがって。止めに行かなくちゃいけねえ。うん。おい！よしだよしだ。よしだ。あたしだ、あたしだ、いいから寄せ寄せ、いいから寄せて離れる離れる、いいから思って離れる、いいから離れよってんだ、まったく、寄せ寄せ寄せ、おい、八個、その振り上げたお前、金槌を下ろせ、金槌を、お崎さん、ノコギリを引っ込めて、おめえたちはお前、何をやってんだ、お前、いくらなんだって大工のうちの喧嘩だからって、そんなもん振りましたら、危なっかしてしょうがねえじゃねえか、え？おい、八甲や、一体どういうわけで喧嘩になった？どういうわけで喧嘩になった？すいませんね、おやさん、毎度毎度毎度。え？これだけね、派手な喧嘩が起こるってことはね、それなりのわけっていうのがあると思うんですけどもね、ちょっと待ってください。激しすぎて、どういうわけで喧嘩になったか忘れちまいましたから。今順に思い出しますから、ちょっとお待ちください。あのね、足がね、仕事からこう蹴ってきましてね、そしたらこの野郎がね、生の大根刻んでたんですよ。思い出しました。足がね、こいつに空の弁当箱を渡して、梅干し飽きたからたくあんにしてくれ、ただこの一言言っただけですよ。そしたらこの野郎ね、まるで親の仇に出くわしたような顔をしやがって、なんだと燃えてきてみるって足が言ったんじゃないですよ。女のこれが言ったんですよ。ですから喧嘩の原因っていうのはね、たくあんなんですよ。くだらねえことで喧嘩をしてんぞ、お前たちは。まったく、おさきちゃん、おさきさん、どうしちゃったの。腹の虫の居所が悪かったのかな。亭主がさ、梅干し飽きたからたくあんにしてくれってこう言うんでしょ。たくあんぐらい出してやったらどうかな。あはははははは、ひどい。おじさんね、あたしね、たくあんぐらいのことでこんなギャー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 言うような女じゃございません。聞いてくださいよ、もう一遍言ってみろーまでにはね。
それなりのね、わけがあるんですよね。それはね、確かにこの人がうちに帰ってきて、私が生の大根を刻んでました。それはその通り、この人ね、うちに帰ってきてね、何したと思います？なんだか嫌な顔してね、うち中をぐる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 見渡して、そしたらね、今度は障子の3のところをこうツーッと指でなぞって、その指を見て私に聞こえるか聞こえないかの声でもって、汚ねえと、こういう嫌味なことを言うんですよ。汚ねえんだったらね、汚ねえってね、はっきり言ってくれればいいでしょう。私だって女ですよ、ごめんなさい、すぐに掃除をしときますわって、そういうのにね、この人はね、聞こえるか聞こえないかの声でもって、でもそれでもやっぱりよく聞こえるような声でもって、汚ねえんだ。そしたらこの人ね、今度は私のやってることをね、こう肩越しに覗いて、飯まだみたいだ、見りゃわかるでしょ、私生の大根を刻んでるんですものね。私だって忙しいんです。うちにいたらね、掃除しなきゃいけない、洗濯しなきゃいけない、ご飯ごさえをしなきゃいけない、子供の面倒を見なきゃいけない、私が神さん欲しいぐらいなもんですよ。そしたらこの人、今度はね、飯まだ見てえだから湯へ行ってくる。だから私とっても丁寧にね、それじゃ子供たちも湯に連れてってくださいんだって言ったらね、なんて言ったと思います？子供たち湯に連れてってるから、タバコ吸いに行くぜって。お客さん、どこの世の中にね、我が子を湯に連れていくのにタバコ吸いに行くぜって人がいますかね。その後でもってね、梅干しに蓄わんですよ。私ね、隣のおばあちゃんから梅干しは体にいいっていうことを聞いたからね、私この人の体を治めを思って一生懸命梅干しつけてるの。何か大変ってね、梅干しつけるほど大変なことはないんですから。私だってね、ヘタを取るだけで4日かっちゃうんですから。そのね、この人のためを思って一生懸命つけた梅干し、飽きたからたくあんにしてくれって言われた時にね、私たまりにたまってたものが一瞬にしてふたつけちゃって、だから思わずなんだと、もう一回手に取っていっちゃったんです。おいでさん、私の気持ちも分かってくださったのでしょ。ご苦労さん、それまでにその長い理由があるとは思わなかった。八子、聞いたか、今の女房の話を。けなげな女房じゃねえか。おめえのために一生、どうしておめえ下唇かみしめて体がプル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 小刻みに震えてるじゃねえか。おい、今のことでこれっぱかりでも文句あるんだったら今しめっちゃった方がいい。何か文句でもあんのか。これっぱかりどこじゃありませんね、たっぷり聞いてもらいたいですね。そりゃね、確かに足がうちに帰ってきてね、この野郎が生の大根を刻んでました、うち帰ってきたらね、なんとなく埃っぽいんですよ。だからね、障子の3のところをツーッと指でなぞった、ほこりが溜まってましたから、これ見て汚ねえな、そのまんまでしょ。その後にね、こいつのやってることを肩越しに覗いたら大根刻んでたから、飯まだ見ていた、当たり前でしょ。いいっすか、嫌味ってのはね、生の大根を一口ポーンと放り込んでね、にっこり笑ってちょうど食べ頃だなってのは嫌味ってんですよ。で、ね、だから飯まだ見てえだから湯に行ってくる。そしたらこいつね、いとも簡単に、それじゃあ子供たちも湯に連れてって、おいさん、うちのことよくご存知でしょう。うちにはね、八つお頭に9人の子供がいるんですよ。
そのうち二組が双子、それをみんな世に連れてご覧なさい。晩飯に間に合いません、夜食にも間に合いませんよ。これだなんてね、スキッパーでそんなことしましたらね、足は湯戸で倒れて戸板で運ばれました。命がけでございます。タバコ線要請って言っても罰は当たらないと思うんですよ。その後に梅干しに炊く、あのね、大朝の梅ですけどね、足や梅干し嫌いじゃねえ、どっちかって好きな方ですよ。日に一遍ぐらいだったこいつ、来る日も来る日も朝昼晩朝昼晩毎食梅干し出しやがってね、こいつね、ろくな女じゃありませんけれどもね、梅干しの料理させたら日本一、世界一だと思います。梅干しの焼いたの、梅干しの炊いたの、梅干しの煮たの、梅干しの唐揚げ、梅干しの天ぷら、梅干しの煮っころがし、昨日なんてね、梅干しの一夜干し、わけのわかんねえ料理出てきましたから、うちの弁当箱開けてごらんなさい。日の丸弁当じゃございません、うちのは真逆、赤旗弁当です。梅干し焼きだからたくあんにしてくれって言っても、罰は当たらねえと思いますが、どう思いますか。ハチ子、おめえは悪くない。お咲さん、あなたも悪くない。私が悪かったというふうにしようじゃねえか。おめえたちはよ、仲が悪いんじゃねえんだな、仲が良すぎるってんだ。言いてえこと見たことなんか感じたことパン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 言っちめたら言って喧嘩になっちゃうんだねきっと。あそうだ、あのね、私こないだ偉い先生の話を聞いてきてね、人間には堪忍袋という袋があるそうだ。どんなバロッキーでもいいから、まあ一生懸命こう心を込めて縫ってな、それにこの不平不満を入れ込んで、まあこのシュッと尾を縛るってとすっきりして仲良くやれるそうだから、まあ本当にそういう袋があるかどうかはわからないが、こさえてみたらどうだね。それでまた喧嘩するようだったら私が止めに入るから、わかったね。うん、じゃあね、また仲良くやるんだよ。はいはい、お邪魔しました、ありがとうございました。大谷さんすいません、どうもありがとうございました。このやおめえがでけえ声するから大谷さんが飛んでくるんじゃねえか、少しは掃除をしろい。うるさいわね、この人は。私だってね、忙しいんだからね。なんだ忙しいっていうのは、これからね、堪忍袋をね、縫うんだよ。縫いくれるの。心を超えて一生懸命ねえよ。ったく。お前さんはね、どうせ口だけで何にもやんないんだから。どうせやるのは私なんだから。まったく口だけで本当に何にもしたいくせに、まったく。冗談じゃないってんだよ。だ口ばっかポン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 動かしやがって、少しは働けってんだ。うるせえな、本当に。黙ってやんねえけ。黙ってやってられるかってんだ、本当に。お前さんにはね、文句があって文句があってたまらないんだから、本当に。ほら、できたって。かすい、この野郎。俺はおめえに言いたいことはたくさんだからな、てめえよく聞いてくれよ、あんたはね、いつもいつも忙しい忙しいばかり言って、一旦座るとピクリとも動かねえ、てめえはケツに根っこでも生えてやんのか。何一人でいい顔してんのよ、貸しなさいよこっち。あたしだってね、言いたいこと山ほどあるんだからね、本当に。いつもいつも文句ばかり言って、そんなに文句あるんだったら少しは稼いできなさいよ。あたしは別にね、お前さんと一緒になりたくてなったわけじゃないんだよ。ちょー
しあたり、あれはおめえの方から色目使ってやったんじゃねえか。昼飯のたんびにたくあん余計に2枚のけやって、あん時出せたたくあんがどうして今出せねってんだ。ちしゃーやったり、あれは数間違えちゃったんだよ。妙に勘違いしやがって、あたしと一緒になったかお前さんなんて言ったい。どうか俺と一緒になってくれ、俺と一緒になってくんなきゃ僕死んじゃうってそう言ったじゃないか。あん時そのことで死んでればよかったんだお前だって。腹立たないで、立たねえのおい、堪忍袋が出来上がったなってんでね、まあありもしないような堪忍袋ができたと見えまして、これから夫婦仲良く暮らしております。これがまあ町内にわーっと広まるってえと、うん、ちょっと俺にも貸してくんねえな、私にも俺にも貸してくれってんでね、町内のみんながみんな使ったもんですから、堪忍袋がパンパンに膨れ上がってしまいまして、おっかどうしよう、パンパンになっちゃって、どっかに捨ててこようか。いけないよ、聞かれちゃいけないけどたくさんに入ってんだからね。ひとまずね、大家さんに相談しようか。ああ、そうだな、ひとまず大家さんに相談をしようか。ごめんくださいまし、ごめんくださいまし。あれ、伊勢屋のおかみさんじゃありませんか。どうしました。あの堪忍袋をお借りしたいんでございます。おかみさんが、嘘でしょ、必要あります。だってね、店の方は繁盛してますしね、もう旦那さんとだって仲いいですし、お姑さんとだってね、うまいことやってるじゃありませんか。え、使いたいんですか。そうですか、ね、まあ重ねることはねえんですけどね、ちょっとご覧なさい、もうみんなが使ったもんだからね、これパンパンに膨れ上がっちゃって、まあでもね、まあおかみさんの不平不満だったら隙間にね収まるでしょうから、どうぞ使ってください。ありがとうございます。あの、ほんと些細なことでございますんで、すぐに済みますから、ちょっとお借りします。ほんと些細なことでございますって、ちょっとお借りします。いや、ほんと些細なことなんで。クソベベーシリー、びっくりした、溜まってましたね。今袋がミリ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 って音立てました。人っていうのは見かけだけだとわからねえよ。すまねえ、ちょっとよ、貸してくんねえな。あ、どうしたいけんちゃん。いやー、てんだてんだてんだ、あの石屋のね、あのおしどさん、おばあちゃんがひっくり返っちゃって、あら、おかみさん、そんなとこいる場合じゃありませんよ。ねえ、あのおしどさん、おばあちゃんがひっくり返っちゃって、でね、医者が言うにはね、まあ心にこう溜まったものがある。まあそれをね、まあ吐き出さねってと、もう命に関わるってんだよ。で、思いついた、堪忍袋貸してくんねえな。あ、そう、いや、貸してやってんだけどもね、まあ、ご覧の通りこれパンパンに振り上がっちゃってね。でね、今ちょいと聞かれちゃまずいことが入って、いやー、そんなこと言わねえでよ、いいから命に関わるんだから貸してくんねえなってんでね、もう踏んだくるようにしてね、持ってきた堪忍袋、おばあちゃんが寝てる枕元へ、おばあちゃん、おばあちゃん、堪忍袋持ってきましたからね、これに不平不満を言ってくださいな、どうぞってんで渡したんですが、もうパンパンに触れ合った堪忍袋、もう我慢ができなくなったと見えまして、尾がプスンと切れるってえと、先ほど入りました一番新鮮な、一番聞かれたくない、クソババア死ねーというのがおばあさんの耳にすっと入ったもんですから、おばあさんすっかり元気になりました。堪忍袋というお話でございました。どうもありがとうございました。無観客の会でございまして、なんか不
思議な雰囲気でございました。本当にね、本当になんかもう 120% の力で稽古をしているような感じでございましてね、不思議なもんでございます。どうぞ、どうもご視聴いただきましてありがとうございました。